家庭教育とは、親がその子に、家庭内で、言葉や、生活習慣、コミュニケーションなど生きていく上で必要なライフスキルを身につける援助をしてやること。類似、還元後には、しつけがある。家庭は、人間の社会の最小単位である個人の次に小さい、単位である。個人は、世界に生まれ落ちた時点では、社会的動物であるところの人間ではない。 忌憚なく言ってしまうと、全く教育を受けていない状態では、人の姿をした動物であるとも考えられる。このため人間らしく生活できるための、最も基本的な段階の教育として、乳幼児の段階より段階を追って教育していく、行為である。成長するに従って、個人が家庭内で受ける影響は計り知れない。食事やマナー、あるいは立ち振る舞いやのの考え方に至るまで、 先にわたる。文明社会に生活する上で、朝起きたら顔を洗い、朝食をとる歯磨きをすることから始まって、一般会話で必要とされる言葉や、人に物を頼む時の口の聞き方などのコミュニケーション方法、トイレの使用方法や掃除の仕方などまで様々な習慣があり、これらは家庭内で身につけるものである。一般的にこれらは手本を示し、 させてみて、うまくできたら褒めるという行動で強化していく。また失敗したら叱るなどとも行われるが、過度に叱ると萎縮するなどの問題行動を誘発させることも危惧されるため、基本的に初期の頃は、よほどのいたずらでもない限りは、あまり叱らないことが多い。成長するに従って、親や兄弟、姉妹、あるいは近隣住民といった他人との接し方を学んだり、または、 学校教育では教わらない事柄を生活を通して覚えていく。与えられた小遣いをどう使うかすらも家庭教育の一端と考えることができる。子供は成長に従って生活の様々な面で学ぶことになるため、日常の生活そのものが家庭教育であるとも言えるだろう。その一方で専用の教材や地域玩具を利用して、 積極的に何らかの教育を行う場合もある。このあたりは幼児教育ないし早期教育や関連項目の各項を参照。今日、この基本的な教育行為が精神的な未熟さや多忙などの理由でできない親が社会的に取り沙汰される傾向が見られる。一般的価値観の中には親は子供も育てられて当たり前とする価値観も見られるが、 それが、もろもろの理由もあってできないことにより、親の苛立ち、不満、ストレスが鬱積し、子供への暴力ないし放置として顕著化した事件も見られる。また、育児ストレスのように自分の子供に接し育てることが苦痛となるケースも問題視される。特に、乳幼児を相手としての、こうした親の能力不足を次世代育成能力の欠如と呼ぶ。児童相談所や、 公立の保育園などでは電話などによる育児相談や Q&A のリーフレットなど配布したりしている。また、祖父母が同じ家庭内にいない各家族化の影響も大きく、いる家庭に比べて家庭の中での干渉システムの有無も子供にとって大きな影響を及ぼしていると言えよう。このあたりには夫婦間の無関心や無理解によっても加速する傾向も見られ、 逆に夫婦間で家庭教育といった役割の分担で片方の負荷を軽減させることにより児童虐待などの問題行動を抑制できるといった報告も少なからず見られる。学校の週休2日に伴い休みになった土曜日に親が子供にどのような教育サービスを提供してやることができるかというのも親の難題になっている。学童クラブやスポーツ少年団。 学習塾などが家庭教育とともに子どもたちを育てている。また家庭学習を助ける学習教材関連の企業がインターネット経由の学習支援ビジネスを展開する企業がある。これは不況や離婚像に伴ってこれらの家庭教育に避ける労力の乏しい家庭が増え、なおかつ学校の教育力が低下している状況では、児童生徒の教育に対して かなり悪影響が生じると見られており、これには、ゆとり教育による学校の教育力低下は、余裕のある階層とそうでない階層の子どもの学力面、発達面での格差が、さらに拡大させるものと懸念されている。この家庭教育であるが、社会的変容や価値観の変容、あるいはそれら情報の氾濫により、この保護者が混乱、迷走する傾向も見られる。近年では、 コンプレックス産業的な様々な不安を煽る産業すら見られ、これら業態に依存する保護者すら見受けられる。ただ家庭教育においては、それを成すことに対して専門教育が行われているわけではなく、それらは連綿と親から子へと習慣的に引き継がれていった行動様式であるに過ぎない。ただ近年では少子化にも伴い物心つく以前の家庭教育の文化が 子に伝えがたい傾向も伺える。しかし、その一方で、電話やインターネットといった通信媒体の発達で、たとえ各家族でも経験者のアドバイスを受けやすい。とはいえ、それら通信媒体やテレビなどのマスメディアが大量の情報を提供することによる混乱も発生している。育児書も様々なところから出版され、近年の日本では、 育児雑誌といったジャンルの発達も著しい。中には通信教育による幼児の教育を行う業態もあり、そのカリキュラム進行で我が子の発達具合に不安を覚える人すら見られる。なお、家庭教育に関する学会としては、日本家庭教育学会、家庭教育の専攻を有する大学として、発修学園大学がある。ありがとうございます。